今回はですね、えー、制作過程においていろいろな記事を裁断したりするときに真珠を貼りますよねそのときに、まあ、私はですね自分の好みとして方針みたいな感じでですねオリジンを基本的にしてましてでちょっとオリジンっていうと語弊があるんですけれども、うんとニット芯もオリジンみたいなあの要するにね不白か 不織布かっていう違いなので、不白っていう風になるとですね、ニットも織物も入りますんで、そういう不白という意味でのオリジンですね。そうするとニット芯もまあ、そうなんですけど、ちょっとややこしくなっちゃうんで、不白の芯と言っておきましょうかね。実際にはですね、織物の方、ニット芯じゃなくてね、折り芯の方をね、ちょっと今回は使っております。あの、ガサッとしているので、織り芯の方が。なので、ニット芯もね,はね、柔らかい場合があるんですよね、厚みはあっても。なのでですね、あの、 好み,好み的にもオリジンなんですけど、まあオリジンちょっと少ないんでねなんかあの入手がねなかなか難しくニット芯の方がたくさん入手できるっていうことでニット芯の方が多く持ってるんですけどで今回はですねあの新字を表字の字の目に合わせて行った方がいいのではないかという私の意見をご紹介しますね。ああのこれ色々あるんですよ基本的にはでもね字の目って合わせるべきではないかなと思うんですよね。これ右側がねあのの本当の性 のの向きなんで縦の向ききななんんですで縦す左側はちょっと綾の向きがあの変な風に向いてますよね。これバイアス立ちなんですよね。同じ幅のものでもあの一つのね、なんかまあ、あの商品作るときにバイアス立ちをするカーブの部分はね、あの向きが変わるんですよね。そうするとこの、まあ、こういう風に折り柄が入っているからちょっとこれ分かりやすいんですけど、本当はこの向き、こういう風にやった時の向きが あの一緒になるんだけどそうすると斜め向いてますよね生地がいわゆる45度になったということでバイアスなんですよねそんな感じで思ってもらったらいいと思いますでもこういうふうに同じように縦向きにしちゃうとなんか一見同じように見えるけれども実はねあの性質がちょっと変わってるんですよねバイアス立ちするということはカーブなんかにね柔軟に対応していってねもうてきめんに違いますねでそういったことをあのちょっと知っている のでね、あのやっぱりね実際綺麗にできるんですよカーブの時はバイアス立ちした方がねで、バイアス立ちって結構もったいなかったりするんですけどまあそこはもったいないを取るかそんな少しばかりのもったいなさをあのおもんじてですね綺麗に出来上がらない方ことのデメリットをなんかあの持ってしまうのかってなるとやっぱり綺麗にできた方を選び分ですやっぱり制作者たるものを ちちょっっとそっちであるるべきななのかかととと私ははちちょっと思っっ思ていて、いい自分ね、ね。どっちかというとそういうそにやるんです、ね、でこれ裏見てもらうと分かるんですけども必ず私もですねこのねオリジンいかにも生地っていう感じなのでもうねこれね同じ向き縦向きでカットしている場合には縦向きの真珠も縦向きでなじむそうするとあのいい具合にねこう付帯するというかくっつくくっつくのはね粘着力があるのでもう同じなんですけど まあこれね、意見としてはね、そう変わらないから別にどう譜でもいいなんていう意見もあるみたいなんですけれども、やっぱりそうは言ってもですね、改めて考えると仕立てとしては、これやっぱり同じ向きにした方が絶対に気持ちがいいし、何かしらの不合いにやっぱり現れると思うんですよ。シワが寄ったりとかね、向き違うと縦向きなのに横向きにこの真珠を貼るっていうことは、字の目が表字とあの真珠とでちぐはぐっていうことですから、そうすると何かしら現れる ような感じが私はしますでこのバイアスの方はですね同じようににもバイアスに立つんですよこのバイアス立ちをせっかくしたのに真珠の方をストレートで立ってしまうとせっかくの融通性を利かした伸び縮みする感じでせっかくバイアスになった状態をなんか妨げてしまうんですよね。ここまでの真珠だとこの迫力がド迫力があるこのなんか織,織物もう一つあるっていう感じですよね。 なのであの地の目を合わせていくっていうことをちょっと今回こんな風にね強調してみました実際そうやってやった時に出来上がったものというのはやっぱりねあの綺麗にできますねちょっとしたことなんですけどねやっぱり綺麗に出来上がるっていうことのこ っていうのはいろんな細かなことの一つ一つの積み重ねで出来上がるのだなともう実感しますね。ということで、ね、このバイアスこあののあ線がちょっと綾の線が入っているといかにも分かりにくいんですけどねなんか柄なんかが入っている生地の方が分かりやすかったかもしれないですけどまあ、これが柄だと思えば斜め下に降りているこれ45度じゃないんですよね。 なんだけどちょっと向きが傾いてる傾斜の雨が降ったようなシャーっていうのが向き変わってるっていうことで角度が違うんだなって思ったらいいと思いますからあのそんな感じで左側がバイアス向きに表地を裁断したそれに合わせて新ジもバイアス立ちをしたっていうことで馴染むようにフィットする感じで全く同じ向きにして貼ったということのご紹介でした。 これを一応私からはお勧めしたいと思います。はい、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。